皆さんこんにちは。スピリチュアル母さん大野ゆり子さんのおしゃべりの時間です。私はお手伝いのしずちゃんです。ゆり子さんこんにちは。こんにちは。はい、本日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、本日は古代の英知基本編ということで、前回の古代の英知の際にやってはいけない3つのこと、はい、うちの2つ教えていただいたので、今日は3つ目お願いしたいんですが、はい、最初の2つは声、怒りに任せて、はい、ね、怒鳴っちゃいけない、声を荒げてはいけないということと、はい、まあ、どんなことがあっても、実際に相手を傷つける、暴力を振るっちゃいけないっていうようなね、ことでしたけれども、はい、3番目が意外に難しくて、3番目っていうのは、人を操作しない、そして操作されないという、ちょっとね、わかりにくいことなんですけれども、はい、操作ってどういうことかっていうと、自分の思い通りに人を操るっていうふうに言うと分かりやすいかなというふうに思うんですね。はい、で、ともかく、古代の英知の基本中の基っていうのは、私たちは本当ビッグバンの大元のエネルギーの、一つの側面、分け見たまなので、結局自分が思うように相手を、思い通り動かすっていうのは、最もやってはいけないことになってるんです。相手もまた、はい、ね、神様の一部。だから、自分も自分が尊重するとともに、相手の自由意志というか、思うように操っちゃいけないよ。っていうのが、まあ、あれ、3番目なんですね。はい、でなんとなくイメージわかります？はい、なんとなくわかります、うん。で、よくね、ここで混同されちゃうのが、まあ、コントロールっていう言い方で、コントロールっていうと、統制するとか、ね、まあ、確かに思うように動かすということではあるんですけど、コントロールの方は、どっちかっていうともっと広い概念。で、やっぱりうちの母親ってさ、すごいコントロールなんだよねとかね、コントロールされてきた私みたいな話でよく聞きますよね。で、その場合は、どちらかというと、まあ、お母さんならお母さんの思い通りにあなたを動かそうとしたという意味では、操作の方により入るかなっていうふうに思うんですね。で、例えば小さい子供が、まだね、危ないも危なくないのもわからないのに、はい、自由意志だとか言って、道に飛び出すのをそのままにするっていう、そういう意味じゃないっていうのはお分かりですね。はいはい、だから、やっぱりその、コントロールっていうのが必要な場面っていうのは絶対あるし、例えば会社組織、まあね、会社の中でとても、悩んでる方もいらっしゃると思うんですよね。だって会社の中ってある意味自由意志っていうのは、行使したら無茶苦茶になってしまう。そうですね。だからそういう意味では、淡々と、ね、まあ会社っていうのは目的があって、まあ収益を得るっていうところがあるので、で、上司があなたをこれやれって言われた時に、まあ、コントロールですよね、それは。そうですね。だから、ある種、その、コントロールっていうのは、必要な場面でもあるし、はい、だけど、まあ、その場合ね、どうしてもその自分のいる場所が、その、コントロールをもちろん上司がする場所で、で、それが淡々とこなせない、もうどうしても自分という存在のコアの価値観みたいな、価値観に相反することを、はい、その会社が自分にやらせようとしているっていう時には、はい、もうそこは仕方がないんですよね。そこを離れるしかないです。はい、という意味で、そのコントロールと、まあ、操作っていう、その、片っぽは統制するとか統治する。で、もう片っぽは、操る。思い通りに相手を動かす。っていうところが大きな違いなんですね。なのでね、で、やっぱり古代の英知の中で、なんてもこう、ダイレクト、ディレクト、つまり直接的に自分自身を表現しましょうよっていうのがあって、はい、なので、
例えばね、よくあるのが、罪悪感を利用して人を操作するみたいな。うーん、はい。よくあるんですよね。で、やっぱりそれって、自分自身が、人間関係って、うんうん、まあもちろんね、その小さい子供で、どうしてもその、大人に対して抵抗できないって、そういう場面はあります。はい、だけど、両方ともがある意味、大人になった時に、うんうん、人間関係っていうのは、ある意味、50-50 なんですね。50%、50%、はい。で、自分が、つまり、まあ、犠牲者と加害者があった場合に、うん、犠牲者というポジションを選び続けている自分。うんうんうん、っていうところがね、まあね、それはいろいろね、本当に恐怖で、そうですね、そのね、人間関係から逃げられないっていう方もいらっしゃると思いますよ。うん、ただ、やっぱりその、50-50 であるということと、うんうん、その50、自分の半分の部分の責任は自分に 100% あるっていう、うん、はい、ところなんですよね、うん。そういう意味では、例えばお母さんなんかがすごい病気になって、ね、今までお前ね、お前のことこんなにね、ちゃんと面倒見てきたじゃないかなのに、お前は私を見捨てていくのかい、うん、みたいな。うん、はい。そういう、それってまあ操作ですよね、はい。うん、そうですね。もしストレートで、コミュニケーションだったとしたら、私は今こうこうこうでとても体が辛いと、うん。だから本当はこうしてほしい、うん。で、もし、あなたができることをしてほしいんだけど、うん、どうですかみたいなのが、まあ、うん、操作のない、率直なコミュニケーションなのかなって思う。ね、うん、そうすると、なかなかまあね、人間って、欲しいことを欲しいって言えなくて、そうすると、すごいしんどそうなね、ふりして、この荷物重たい、重たい、重たいとか、そしたら誰かが来て、はい、持ってあげましょうかって言うのも、それもある意味、操作ですよね、うん。だし、例えばしずちゃん、そのなんかイヤリングすごいいいなぁ、はい。なんか洋服と合ってるし、うん、いいなぁ、なんかそういうの欲しいなぁって前ね、ちょっと思ってたんだけどさぁ、とか言うと、なんか、どうですかみたいなね。立ち上げましょうかみたいになりますよね。なっちゃいますよね。だからすごいそういうのって簡単な例なんですけど、結局、本当に自分が何を欲しているのかっていうね。で、特に、やっぱりその、恐れとかがあるとつい操作したくなる。直接的に物言いができなくなるしね。だから、やっぱり、私もしてきたし、多分みんなやっぱりどうしても操作っていうのを、はいはい、しちゃうんですけど、はい。はい。そうですね。で、操作されることも許しちゃうんですけど。はい。はい、だけど、本当に古代の英知、自分自身を信じて、で、自分は今ここで何を表現したいのかっていう。うん、で、それの多分、指標になるのが感情とか気持ちなんですよね。うん、頭で、私はこの人にこれだけ世話になっているから、うん、まあ、この人の言うことを聞かねばならないと思っているのは、ある意味操作されているのかもしれなくて、うん、本当にこう自分の内側にしっかり入って、で、今この気持ち、このモヤモヤ感は何だろうとか、思うと、うんうん、で、それでさっきの、一週間前のですね、はい、そのモヤモヤを払拭する。はい。まあ、行を実践していただいて、うん、自分の中、まあよくね、ここで出てきますね、中心の意識、うん、うん、っていうものに入っていくと、操作も人を操作もしないし、相手を尊重する、リスペクトする。そして、相手をちゃんとリスペクトして、自分が自身をちゃんと、ある意味所有、自分を所有するってすごい抽象的な言葉なんだけど、うん、うん、なんかわかる、所有する。わかります。なんとなくでいいです、うん。はい。その所有をしていたら、多分人は操作する余地がないなってきっと思うと思うんです、ね。確かに。そうですよね。うん、もし、こう操作されてるな、私って思ったとしても、うんうん、それは私が操作を許してしまってるみたいな感じで、その相手がどうこうっていう問題じゃないんですもんね。そういうことなんですよね。本当にそう思います、うん。だからもし皆さんの中で犠牲者、うんうんうん、私はこんなことされちゃったとか、うん、
犠牲者感かな、それから我慢、うん、本当にこう無理しているとかっていうのはおそらく操作されてる部分っていうのが入ってるのかな。そうですね、はい。でもなぜ操作されちゃうかというと、操作する人に愛されたいからだったり、受け入れてほしいからだったりするので、だからやっぱり根っこは本当にこう小さい時のね、の自分が愛されないと生き残れないっていう、まあ、そこら辺にもう一遍、どうしてもその原点に立ち返ってしまうんですけど、まあそうなった時には、常にさっき、自分のバブル中心から、はい、膨らます、膨らましていただければ、はい、だんだん体の方も、うん、そっちの方に慣れていくんだなと、そうですね、思います。はい、なんか。ありがとうございます。はい。どうですか、しずちゃん、なんか操作されたりしたりっていう感覚。はい、もうすごい日常的に、私、母と二人で暮らしてるので、うん、勝手に、ああ、かわいそうだなとか、やっぱりね、母のことを思ったりとか、これ見よがしにここが痛いとかって、こうなんかさすってるんですけど、言わないわけです。私に対して。あ、はいはい、あそこが痛い、ここが痛い、こうしてほしいっては言わないわけですよね。でも私はこう見てると、あ、なんかしてあげた方がいいのかなとか、なんかこう、じゃあ、と思って、グッズとかを揃えたりするんですけど、いつまで経ってもそれは、終わらないわけですよね。なので、必殺、スルーをするっていうことを最近覚え始めました。はい。はい、それはある種の新しい自分への生まれ変わりですかね。うんうん、はい。多分、今まで、10年間、はい、ずっとそのパターンでやってきて、お母さんの期待に応えることで愛される自分。はい。それは操作されることを許すっていう罪悪感。はい。はい。から自由になってきたと。どうですか？スルーして罪悪感ありますか？もう、すごい楽に、どんどん楽になりますね。はい。はい、で、どうしたの？どうしたのってこっちからまた聞けるようにもなりました。なんか痛いの？何かしてほしいことあるのって聞けるようになったので。なるほどね。はい。そうすると、ここが痛いのって言われたら、はい。で、できることしたら。それが、率直なというか、直接的な、会話だし、はい、人間関係だと思います。で、だからこれ、古代の英知の基本のナンバー3。はい。人を操作しない、操作されない。少し、分かっていただけたかな、はい、ありがとうございます。本日はこのあたりで失礼いたします。ゆうこさん、ありがとうございました。ありがとうございました。また来週。はい、失礼いたします。失礼します。